ちは。こんにちは。ひとかさん。はい。急にガーってなりましたけど。いやいや、鉄拳制裁。なんでだよ、DV。DV でよく。やられてんの、誰かに。あ、ないです。ないの。ないです。一度もないです。ないです。でも、うん、ほら、私がちっちゃい頃、まあ、小学生の頃とか中学生の頃とかって、プロ野球で、いや試合中ですよ。例えば、星野さんだったりが、めちゃくちゃ怒鳴って、ベンチガーン蹴ったりとか。いやー、打席に立ってて聞こえたもんな。星野さんの？いけー、行ったかーい言って。おそら、ピッチャーの足がこっち向いてくるんだから。怖い。もう。とか思って。くるくるくるって。うん、いや、でもね、星野さんはね、うん、まあ、チームの中も鉄拳制裁だとか、うん、ボッコボコにしたりとか、うん、いろいろしたけど、はい、やっぱその闘争心をやっぱり一つ植え付けようとしてたね。あー、だ闘争心を植え付ける、で、こう時にそういう行為もするけれども、逆にその愛のある、例えばよく頑張ったら思いっきり褒めたりとか。まあ確かにね、そういうことですよね。アメとムチじゃないですけど、まあアメとムチの使い方は星野さんが一番使った監督じゃないの。じゃあちょっと、だから挨拶もしなかったの、中日の選手は。え、星野さんになってから。なんで？あ、宇野とか言って、はい、そしたらこうやって、いや何があったんだって言ったら、はい、いやちょっと補助さんになって、もう敵チームだから挨拶すんなとか。あ、でもそっからもう勝負始まってんだみたいな、うん、勝負の厳しさを中日に植え付けた人だよね。あ、そうなんですね、うん、だから鉄拳がいいとか悪いとかじゃなくて、うんうん、まあそういう精神を植え付けたというかさ、うんうん、でね、今日たまたまちょっとテレビを見てたら、はい、テニスのコーチが来てたんだよ、日本に、はい、で、そのある高校にね、うん、そしたらさ、やっぱ精神力っていうのは限界からあと 2% 上積みすることによって精神力がついてくるという、うん、まあ鉄拳制裁っていうのもさ、うん、その一つなのかなっていうふうには思ったけどね、それを見てて、見ていて、うん、だから今はこう厳しいことっていうのもさ、うん、なかなかやらせられないじゃない。まあそうですね、うん、だけどそれは時代関係なく、やっぱり自分の限界から 2% 頑張れる力をつけると精神的に強くなるっていうふうに言われてんだよね。あ、そうなんですね、今はね、うんうん、だからその鉄拳は良くないと思うけど、うん、そういう精神力を鍛えるためには、うん、そういうこともあると。で、昔はそれが鉄拳だったというね。いや、だからちょっとあの時代として昔こんなことあったよって、まあ、今だから言えるけどみたいな。広島からね、はい、小馬さんが来た時に、はい、あの吉彦さんに、うん、お湯だからもう殴られたかって聞くわけ。いや、まだ殴られてませんって言うけど、なんでですかって言ったら、うん、あの人はニコニコしながら殴るぞって、うん、一番怖いパターンじゃないですか。で、下で蹴られてないかって言ったら、俺一回も蹴られてないんだけどさ。豊さんはそうなんですね、うん、だけどやっぱり広島のその黄金時代、うん、やっぱ小馬さんっていうのも鉄拳制裁があったりだとかキックがあったりだとかしたみたいなんだよ。え、じゃあ吉彦さんもそれ受けたこと？受けはもちろんでしょ。あ、そうなんですね、うん、いや、それである時ね、俺ベンチに座ってたの、うん、で、隣に大体高橋正弘という選手が座るんだけどさ、はい、顔パッと見たら手形がついてんだよ。ええと思って、お前殴られたのって言ったら、はい、いや殴られましたとかってしょぼくれてんだよ。まあ、不甲斐ないバッティングはしてたんだけどさ、はい、で、佐野さんっていうバッティングコーチがいて、はい、まあ、熱い人でね、うん、普段は温厚な人なんだけど、よっぽど腹立ったんだろうね、うん、裏連れて行かれて殴られたという。バチンバチンって、ほんで手形がついてるという。昔の人はさ、うん、殴る方もうまいんだよ。あ、耳にかけなかったんだよ。あ、そういうことなんだね。よくさ、殴って、うん、鼓膜が破れたとかあるじゃない、はい、そこはしないんだよ、うん、ちょうど手形がついてるほっぺたに。あ、でも、うん、やっぱそういうのってさ、どう、俺ら一緒に戦っていてどう感じるかっていうとさ、うん、いや、お前が嫌いだから殴るとか、うん、そういうわけじゃないわけよ、うん、やっぱお前にしっかりせえと、うん、お前、まあ、レギュラー成り立てでね、はい、高橋正弘は、うん、で、不甲斐ないバッティングも続いてたから、やっぱこう気合を入れるというかさ、うん、まあ今の時代には合ってないけども、はい、昔はそういうことはなんかたくさんあったような気がするよね。じゃあその高橋正弘さんはしょっちゅう手形ついてたんです？その1回だけですか？
いや1回だけじゃないと思うよ。結構ボコボコにされたかなっていう印象があるけどね。でもそのおかげでやっぱりいいプレーヤーになったからね。ああそうなんですね。まあ時期的には短かったけどさ、うんうん、だけどその時は輝いてたからね。あ、うん、だからそれがじゃあ全然なしなのかありなのかっていうとさ、うん、まあ今の時代はやっちゃいけないけど、うんうん、でも愛情があったよね。何としてもこいつを一人前にするとかさ、その質がっていうかが全く違うってことですね。いや質が違うよね、うんうんうん、だもうちょっと言葉をうまく使えばいいのになっていうふうなことは俺は感じてたけど、まあね、だけどもう口より手の方が早い人が多かったから、うん、昔の人ってそうですよね。雷親父とか近所の、うん、いやだから俺が、まあ、若い頃ティーバッティングしてたら、うん、まあ、こういうことあったら手は出ないんだけど、うん、打ってて、うん、押したら、なんでお前それができないんだって、ブーンとボール投げられて、ボーン当たったりとかさ、いや、そういうのはあった、やっぱり。あ、そうなんですね。うん、だから、まあ、指導法というのも変わってきてるよね。まあ、もちろんそうですね。科学的な根拠で、こう、やっていってるから、うん、まあ、理路整然にこう喋っていくけど、うん、昔はさ、そんな数字なんかもないじゃない。ね、まあ、そうですね。だからもうボールの痛みを知れみたいなさもう口で言っても分かんないだったらもう手が出るぞみたいなね。手の方が先だったから口よりも、はい、やもう避けるの上手くなってきません。いやいや本当にそうなりますよね。いやだから個人ノック受けててもさ、うん、もう至近距離からもうポロ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 するじゃない、うん、そしたら至近距離から半端ない打球が飛んできてからね。いや怖い、怖いよ。怖いけどそれが緊張感になるから。あ、だからもうヘロヘロになってて、パッと起き上がって、まあ声出すじゃない、はい、わーいとか言って、そしたらもう至近距離からバーン打たれてさ、でも当たったら俺も危ないわけじゃない、うん、だからそれでもうしんどいとかなんとか言うよりも、もう取らなきゃ怪我するっていうようなノックも受けたし、うんうん、まあこれも今どうかなと思うけどさ、まあ、まあそうですね。でもそういう緊張感は昔はあったな。あったんですか、うん、あと例えば悪さして、うん、なんかこう懲罰みたいなのとかは。あ、悪さは、うん、だから門限破りして端っこの部屋のやつが、はい、今審判やってる杉永っていうやつがいたんだよ、はい、でポンポンと叩いたら、うん、何ですかって言うから、うん、ちょっと裏開けてくれと。豊さんが出たいから、うん、入りたいからね。あ、入りたいからもですね。開けてくれって言ったら開けてくれたんだよ、うん、そしたら寮長に見つかってさ、その時に、うんうん、そいつは端から端まで殴られてたけどね。バン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 、端から端、うん、廊下、廊下、廊下10メートルちょっとあるな。そんなにパン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 言って俺が、おいやめろよみたいな思ってたんだけど俺はそれなのに、俺は怒鳴られただけ。1軍、2軍、いやだから1軍の選手は殴れなかったんだろうね。さすがに寮長も、うん、それはその方恨み持ってますよ豊さんに。まあなあ、うん、確かにな。で、うん、ハーフスイングして、うん、ストライクと取られて、うん、全然振ってないのに、うん、その時の下手くそって言ったら退場になったという。それがあの時の2軍で開けてもらって、そうそうそう、豊さんのせいで、そうそうそう、殴られた、ね、殴られた。いやだけど、はい、まあそういうことは学生の時はもうしょっちゅうだったからね、はい、殴られたとか。プロが入ってから、はい、まだまだ緩いよそれ。あ、そうなんですか。まあ、一発にやつ殴られたぐらいじゃさ、へでもなかったよ昔はね。昔はね、うん、いや昔はそういう、まあ、逸話というかそういうなんかあったんですね。まあそういうのはあったな。まあ、いろんなチームも他のチームもね、そうだったら、うん、怖い監督って他にいました。まあ、豊さんの実際に経験された監督でもいいですし、あの見ていて他のチーム。いやいや、それはさ、話を聞いたらさ、藤田元さんなんかもさ、うん、めちゃくちゃ怖かったって言うしさ、ものすごい温厚な感じで見えてるけど、ね、いやいや実際めちゃくちゃ厳しかったって言うし、はい、もう王さんなんかも怖かったって言うんだよ。え、王さんが怖いんですか。王さんが怖い。え、あんなに温厚な感じするの。あー、でコーチなんかって言ってた広島の大下さん、あ、はい、なんかもう半端なく怖い人だったよ。そうなんですか。ああ、なんかイメージない、ね、いやイメージもうね、うん、みんな羊かぶってるから実は狼どころじゃないよライオンかっていうぐらいだよ
怖いですね。ヒョウが入ってるよ。まあそれぐらいの人じゃないとやっぱり人の上に立ったりとか勝負の世界っていうのはその当時はやっぱ昔は暑さだったからね、うん、で星野さんなんかはもう羊かぶってないでまんまだったじゃないですか。まんまどころじゃないよ。見てても怖かったもんテレビで。いや怖いよ。野村さんとかどうだったの。野村さんはそんなことなかったね。あ野村さんを怖いと思ったのは、うん、作戦の時だけだね。ミーティング。いやいや、だから直接やってないけど敵として戦ってて、はい、打ってくる手が、あ、怖い手打ってくるなっていう、あ、そういうゲームの中での、そうそう、徹底してんなっていうことがあったよね。え、じゃあ豊さんが今までイメージでもその見た中でも怖いな、多分やってたんだろうなっていうベスト3を挙げるとすると、それは星野さんナンバーワンだよね。もうそれも間違いないよ。もう1、2、3もない。もう星野、千一。もうこれだけだよ。だって俺も監督ずいぶん仕えてきたけどさ、はい、いやもう怖いって思った監督はいないもんね。いない。もう星野さんだけ。敵将としても怖かったし、うん、俺も殴られんじゃないかなって思ってるぐらいだから。敵なのに。なのに。ああ、だから。あの試合中でも例えば審判のところにダーってダッシュで行ったりとか、乱闘の時も星野さんダーって行きますもんね。ああ戦闘だもん。ですよね。やっぱそうだったんですね。殿堂入りはやっぱ星野さんということで、まあ、殿堂入りっていうよりも、うん、もうついつい許さない、ね、許さない圧倒的な強さで、圧倒的な強さ、星野選手さんだったということで、はい。